願いします。よろしくお願いします。ありがとう。あ、いいですね。うん、いい感じです。うん、そうですね。はい。あ、いいですね。いいですね。かっこいいですね。ちょっと驚きがある。マジで。はい、まあ、せーの。マジでーす。あ、いいですね。すみませんでした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 。ありがとうございます。まあ僕もその白鶴さんの CM あの丸っていう CM を僕はすごいイメージが強くて、まあ自分で言うのもなんですけどぴったりだなと思いましたけど、はい。結構昔からまあ名字も丸なので、はい、結構 CM とか流れてたらすごいずっと頭に残ってましたね。僕は小さい時からまあそのやっぱり身近に海があったので、当然夏遊ぶところといったら海っていうのは、ね、よく行ってましたし、まあ、友達のお父さんだったりとかが漁業やられてたので、一緒に友達のお父さんの船に乗せてもらったりとかも、ね、記憶にありますし、本当にこうものすごく身近な存在でしたね。そうですね、小さい時はお刺身とかが多かったんですけど、だんだんこう年を取っていくにつれてこう煮付けだったりとか、そうですね、まあ、焼き魚も当然食べますし、まあ、イカ大根とかそういうのとかも最近はすごいたくさん食べますね。僕は小さい頃はとてもこう野菜が苦手で、あまり野菜を食べてこなかったんですね。でやっぱりこの世界に入って食事っていうのがまあもともと大事っていうのは分かってたんですけど、さらにこう、より大事だなっていうのがこうプロの世界に入って、分かってきて、そこからこうやっぱりこうバランスのいい食事っていうのはやっぱり最終的には自分の、まあ、先生もそうですし、自分の、ね、人生長い人生においてもすごい大事なものだなっていうのは今すごい痛感しているので、今は本当にこうバランスのいい食事っていうのを僕は心がけてます。弦を担ぐっていうのはあんまないんですけどね。でもやっぱり前の日に打てたりしたらやっぱり次の日も、まあ、同じの食べたくはなりますけどね、はい。まあ、野菜はもともと苦手で今はもう食べれるようになったんですけど、その中でもセロリだったりとかちょっとそういうのはちょっと苦手ですね、はい。活動資金は SNS で寄せられた、あ、すみません、もう一回いきましょう。活動資金は SNS で、すみません。SNS で寄せられた投稿の数などをもとに決められます。ちょっと待って。SNS むずいな。SNS むずいな。SNS が全然言わなくて。活動資金は皆様から寄せられた投稿の数などをもとに決められます。はい、どうですか。丸、うん、はい。じゃあ次口開けて丸。あ、そうですそうです。うん、はい。あ、いい笑顔ですね。はい。じゃあ口開けて。はい。あ、そうですね。うん、はい。あ、いい感じです。うん。うん、はい。あ、いいですね。うん、振り切った感じ。あ、そうですね。はい、あ、いいですね。うん、あ、いい感じです。イエスイエス。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そちらお願いします。